じっくり考えてね。
た。カードはお前の運命。ここで間違いないようだな。この奥に奴が。奴はやはりここにいたか。奴の声に呼応するようにホーンスクリーパーが。どういうこと？まさか飲み込んだ制御装置を使っているのでしょうか。でもあの装置にエネルギーはなかったはず。まさかスクリーパーの持つ強力なバイタルエネルギーを使えばあの装置を動かすことも可能。海中の施設に逃げ込んだか。急いで追わないと。勝利のか。構造からしてここは海の中、つまり今は干潮ということか。干潮って何？海水は周期的に満ちたり引いたりしているのだ。その潮が引いている間を干潮というのだ。それじゃまた水が戻ってきたりするの？さよ。つまり干潮の間に戻らねば我々は溺れ死ぬことになる。なんだ。お聞かせ願おう。何でしょ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 う。ここが一番奥のようだが、水浸しだな。いかにもスクリーパーがいそうな雰囲気だ。この声は！来たよ！来たよ！やはり。ヤクトスクリーパーはあの装置を使いこなしているようです。しかしいくらスクリーパーでもあれだけ大量のバイタルエネルギーを消費すれば苦しくなるはず。つまり大量に消費させれば衰弱死するか。ならばこのスクリーパーどもを倒しまくるまで。それはいいけど満ち潮になる前に勝負はつけてよね。溺れ死には嫌だよ。なんだ。
いいでしょう。次の手を。やってみます。なんだ、なんでしょう。お聞かせ願おう。なんだ、お聞かせ願おう。任せない。教えてください。わかりました。なんでしょう。わかりました。次の手引こう。了解です。次の手引こう。次の手いながら、まだ彼の能力が発動しないなんて。なんだ、教えてください。わかりました。次の手を教えてください。わかりました。やっと発動したか。次の手聞こう。次の手引こう。なんだ、了解よ。お聞かせ願おう。お任せあれ。教えてください。わかりました。じっくり。なんださあ、お聞かせ願おう。次の手じっくり教えてください。やってみます。次の手なんでしょう。やってみます。なんだ、いい。次の手
ください。やってみます。決めます。何でしょう。やってみます。なんだ。お聞かせ願おう。じっくり考えてね。じっくり考えてね。次の聞こう。教えてください。就職、臨界、解放。教えてください。わかりました。何でしょう。わかりました。よっよっ。さあ、どうするの。と思うな。よっ。何でしょう。わかりました。聞こう。いいでしょう。お聞かせ願おう。さあ、教えてください。わかりました。教えてください。やってみます。教えてください。何でしょう。わかりました。装置を使いすぎて苦しくなったか。自ら出てくると。好都合ね。一気に倒してしまいましょう。なんだ。いいでしょう。なんだ。了解よ。じっくり考えてね。聞こう。了解よ。じっくり考えてね。なんだ。いいでしょう。なんだ。了解よ。次の手をお任せ。聞こう。
せ、お任せあれ。教えてください。わかりました。いいでしょう。はっ。勝利の数だけ背負うものもまた。